はい、皆さんこんばんは。テレビがどんどん進化していってますよね。はい、ついこの間ハイビジョンテレビになったと思ったら、次は 4K の時代です。はい、でこの 4K なんですけど、一つ問題がありまして、今 4K テレビを買ったとしても2018年から始まる 4K 放送は受信できないとのことです。はい、ちょっとこれ軽く詐欺入ってますよね。はい、でね、もう今夏のボーナス商戦だと思うんですけど、あの 4K テレビを買おうかなって思ってる人はちょっと待った方がいいかもしれませんね。はい、2018年から始まる 4K 放送を見たいのであれば、チューナーをまた別途購入しなきゃいけないらしいですね。はい、でこのチューナーなんですけど、なんと安くても数万円になる見込みだそうです。はい、今現在 4K テレビ持ってる人も結構いるんじゃないでしょうかね。はい、ではこの販売するときに、やっぱそういうことはちゃんと説明した方がいいと思いますね。はい、買ってしまってから2018年になって、あれテレビはつかないんですけどっていうね、ことも多くなるんじゃないでしょうかね。はい、まあ、あの 4K テレビいろいろあるじゃないですか。録画できないとか、もうね、本当に普及させる気があるのかどうかすごい謎ですね。はい、まあでもよく考えてみると仕方のないことかもしれませんね。はい、だってまだ 4K 放送の企画すら決まってないってっていう話なんで、まあね、4K テレビを買うのはまだ時期尚早っていうか、まあ早いかなと思いました。はい、ではでは、最後までご視聴ありがとうございました。ここの登録ボタンよりぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。では。